はい、おはようございます。浜湯です。今現在朝の5時、それじゃあ何気ない量ということで今日もやっていきたいと思います。だいぶ肌寒くてですね、日が明るくなるのも遅くなりました。はい、じゃあ5時半になりました。肌寒いんでね、ちょっと上着て、行きたいと思います。今9月10日ぐらい。はい、じゃあ港の方やってきました。めっちゃ明るくなってきたね。それじゃあいつものように尺稼ぎ長靴を履きまして、でカッパとライジャケ持っていきます。そして氷ですね。よし、また腰岩さんように気をつけて。よいしょ。それじゃあ船の方へレッツゴー。よいしょ。よいしょ。よし、じゃあ気合入れていくか。まあ1枚だけですからね。で、ライジャケット、カッパを装着。はい、で、前から言ってたんですけど、こちらの船、ちょっとですね、僕の漁では使い勝手が悪くてですね、最近小豆島でいい中古漁船が出たので、こちらの船で行く回数も残り少なくなりましたが、頑張っていきましょう。じゃあ、これを積んでいきます。で、ちょっと磯立てがあるので、これ後ろ下げて。はい、それじゃあエンジンをかけて。じゃあ船の表外しに行きます。で、次後ろを船の友を外して出航です。いや、かかってるといいけど、どうかな。じゃあどんどん速力上げていきます。船は速いんですけどね、小回りがちょっと引きにくいです。涼しいなって気持ちいいですわ。はい、じゃあポイントが来ました。ポイントっていうか、昨日僕が夕方に網を仕掛けておきました。ハタを捕獲して、こういう時にね、ドライブなんですけど、やっぱり大きい分小回りがね、効きにくいんですよ。磯があるのがちょっとかかってますね。よし、それじゃあスイッチを入れて手網を巻いていきます。さあ、果たして魚はかかっているのでしょうか。で、船もガチャガチャ操船しながらやっていきます。まあ、今日はサブちゃんということで、長くですね、皆様にこの状況様子をお伝えしていきたいと思います。網が汚れて茶色い。お、早速1匹目タイが来た。ちょっとせっかく生きてるんで外しましょう。こちら天然マダイですね。夏なのに生きてるって珍しい。もう9月で肌寒くなってきたから海水温は高いはずなんですけどね。外せました。ちょっとね、急いで生かします。仮生かしバケツに生けておきましょう。死にかけだな。それじゃあ生け間を作ります。生け間もないから、この生け間をね、作るという作業が必要です。水中ポンプ入れて、こちらの中に水を入れていきます。ちょっと洗おう、汚れとる。はい、で、水が溜まったら、こちらの酸素のエアストーン、ゴムが外れとる。ゴムはしっかりつけましょう。何がとは言わないが、入れて。これはエアがね、細かくなるというやつです。より酸素が水に吸収される。で、スイッチ入れてブクブクさせます。それじゃあ鯛を生かしていきます。切るかな、いきそう。それじゃあ網繰り再開。ちょっと風が吹いとるんで、こう流されるんですよね。あと船の表が高いから、やっぱ風に吹かれやすい。こういろいろね、あるんですよ、海には。まあどこでも一緒ですけど。じゃあ再開していきます。で、まあ、この網とか刺し網ってカゴに来る人もいれば、僕みたいにね、落として来る人もいます。やっぱ汚れる地域だと後から直す、掃除しないといけないので、カゴに食ってもう丘にあげて、
掃除とかする人もいるのかな。いや、それにしても汚れてますね。いや、ゲタ取るに網仕掛けたんですけど全然ゲタいませんね。それにしても魚がいなさすぎる。本当に魚が来ないですね。お、なんか来たと思ったら、こちら赤エイです。僕の大嫌いな。味は別に嫌いじゃないよ。やっぱりこうかかってきてもない、困るんですよ。いや、ほん、あ、なんか来た。お、ヒラメですね。ヒラメちょっと最近相場いいんでこれ取っておきましょう。こないだ大きいのいたんですけど万円近くしました。びっくりしました。はい、ヒラメです。結構超えてる。生かします。後ろに車でも結構大変。それじゃあ再開です。いや、ポンポン来てくれたらいいんですけどね。あ、でこういう木はちゃんと取っておきます。この木がついとったらやるときに網がかかるんで。いや、ゲタがこんなおらんとお金ならないですよ。お、やっと来た。いよったら来るんですよ、こちら。はい、赤ゲタです。僕の大好きな。でこの子ね、最近相場めちゃくちゃいいんですよ。お、こっちだこっちだ。あ、イネゴチだ。イネゴチはね、小豆島やっぱ知られてないんで売れないんですよ。うまいらしいんですけどね。ワニゴチかな、わからんな。ネットで見たんですけどわからないっす。多分イネゴチ。元気でね。さあ、もっと来い。特にゲタで、こないだね、あのこちらこのゴムの横にこの溝つけてもらいました。これ後付けでつけれるんですよ。ここにね、アバが噛んで上がりやすくなる。すげえ重たかったから。いや、肝心の魚が思ったより少ない。あ、次なんだ。あ、またイネゴチかワニゴチだ。最近イネゴチかワニゴチがすげえ増えてきて、もともとマゴチしかいなかったんですけど、オオニベやらマツダイやらいろんな魚がね取れるようになってきて、ほんと不思議です。いや、このままだとちょっと商売にならないですね。やっぱ網が汚れてるから魚が少ないのかな。お、何、赤いちゃん、お化けクラゲ。うわー、お化けクラゲいつも流せてくるから、あの機械で負けるけど今日は手だから重たいわ。取れました。じゃあ再開していきます。いや、いらんもんばっかりが来て、肝心のお金になる魚が来ない。うわ、また赤い。どこやってもいますね、この子は。絶対唐揚げにして売ってやろう。いや、マジで魚がいない。あ、来ました、謎の貝。ヌメヌメするけど美味しい謎の貝です。逃がします。お、来た、ゲタ、ゲタ2枚目。2枚目ということで僕みたいなゲタですね。お、3枚目ゲタ。小さい、小さいゲタです。お、4枚目大きいゲタ来た。ゲタ4枚目。お、来た、エーカニアン。こちらいい渡りのオンタが来ました。いいサイズです。あと黒いのは結構身が詰まってる可能性が高いですね。脱皮前なんで。脱皮した直後っていうのは色が青くて、それから時間が経つと黒くなっていきます。色が濃い方がいい。でも濃すぎてもね、あんま良くなかったりするから、ちょっと難しいとこではある。まあ、あとは何だろう、カニの見た感じに比べて重さとか、まあそれは経験がないとちょっと分かりにくいんですけど。あ、またゲタ、ゲタで、ゲタも1日経ってるんで鮮度を見ていいやつは売るようにしてます。で、売れないぐらいだったらもう食べるっていう感じで。久しぶりに網入れしたけどすっかり少なくなってますね。お、また来た、でかー、めっちゃでっかい。いいカニこれ。お、カニとゲタセット。なんかこのチョウチンクラゲみたいなのがさっきから多いですね。面白い形。お、またカニ来た。なんだなんだ、カニが増えてきたのか。今頃めっちゃ遅れとる。3匹目。ただオンタばっかり、メンタは全然いないな。はい、そしてまた赤エイ。こないだ赤エイ100匹来たんで、まあそれに比べたらナインと一緒です。3匹ぐらいだったら。はい、またカニが来ました。お、オンタとメンタのコラボ。
お、でまたカニ、メンタ。そしてこれメイタガレ、メダカですね。すごいな、今頃になってカニがパラパラと。お、イネゴチ。こういうかかったゴミは持って帰って、かかったゴミというか、まあプラゴミだけですね、持って帰るのは。で燃えないゴミ入れときます。なんかこの謎のクラゲが、謎のクラゲがすげえ多い。これも後で潰します。潰さんとあの網やるときやれない。おお、だだだだだだだ、なんかクラゲが飛んできたか。あー、またカニや。ほんで、あ、でイネゴチダブル。これ全部ね後で外します。カニは結構生命力強いんで、すぐ外さなくても大丈夫です。あー、そしてまた赤い。さあ何が来るのか、船の前から見ていきましょう。お、赤い貝で、いいゲタ、いいゲタ。疲れてきたぞ。お、またカニや。どうしたんだ、カニばっかりじゃねえか。今年は本当に渡りガニなんか。お、マゴチ、マゴチ。あー、上がりや。上がりって言って死んじゃってますけど、まあ氷にして上がりで売ります。だいぶ安いんですよね、上がりだったら。お、またカニ。どうしたどうした。はい、でカニ2匹取れました。オスとメス、やっさってましたねこれ。うわ、カニがラッシュラッシュ。焦げた、大変小さいですね。うん、下駄も一箱ぐらいはなんとか取れそうな予感ですね。おお、またカニ。どうした、いいカニじゃねえか。お待つー。で今あの産卵して、ちょっとあのなんだろう、卵はないんですけど、また10月ぐらいになったら多分入ってくるので、10月ぐらいが楽しみですね。僕の動画で一番伸びてるオキカンジャンケジャンをね作りたいと思います。それまで取れてたらいいけど。おお、またカニか。おまけにいいだ、いいカニだ。重たいわ結構。あ、こちら美味しいと噂されるエイサメ、サカタザメ。口はこんな感じで可愛い。逃がします。このエイで破れたやつがね、ローラー巻くんですよ、また巨大エイで。もう網中ボロボロになりましたからね。イネゴチワニゴチ、残り1旦ですね。大体これ10旦あって残り10分の1って感じです。お、またカニ。最後にカニちゃん。はい、そろそろ網終わりです。あ、こっちも終わりましたね。いや、大したことなかった。カニがいたからまだまだマシですが、カニがいなかったら悲惨な状況でしたね。はい、鉛あげて、それじゃあハタよいしょあげて、これで網クリア終了です。はい、というわけでこれだけの魚が取れました。外すのが大変です。はい、じゃあ先ちょっと港帰ってから外します。はい、じゃあエンジン止めて、はい、で帰ってきたらすでにタイさんが五輪中しておりました。これは氷水ですね。この一瞬でここまで死ぬのか、硬くなるほど。はい、じゃあ外していきます。無修正でちょっと見ていきましょう。はい、こちらカニの A4 タですね。ただ片爪って言って爪が片方ありません。カニはめちゃくちゃ難しくてですね、まだこの状態でも簡単な方です。これでまず入り口、もうカニはねこの足とかも全部かかるんですよ。入り口を探らないといけない。で、あの脱出ゲームの反対ですね、出口を探せみたいな。いや、出口も入り口も考えようによっては一緒か。哲学ですね。これは至難だぞ。で、このアバの方からこう袋状になってるんで、ここから出してあげる。
でさらに、こういう足のね一個一個かかったのを外していくんです。であんまり足だけ持つとこの子たち自節って言ってトカゲの尻尾切りのようにね足を切って逃げちゃうんですよ。その間にただねまたちっこいなんかちょっと一回り小さい足とかが生えてくる、ピッコロみたいです。で最後に爪周り外して、はい、これでカニが取れました。だいぶね弱ってるように見えるんですけど、カニってめっちゃ息強いんで、そうそうは死にません。生きてる、あこの子死んでね、死んでるかもしれない。で脱皮してね長く時間経ってるんで、これ手にフジツボとかねついちゃってます。多分まだ生きてる。ちょっと心配なんで網水早めに準備して生かしておきます。とりあえず網水に、生かしていきましょう。微妙だな、死ぬかも。でその一方下駄は簡単です。こう出してきて、で抜けるやつはこう抜いていくだけ。はい、こんな感じ、赤下駄。はい、じゃあ30分ぐらい、やっぱカニが時間かかりますね。で外せました。で取れたものを見ていきましょう。こちらまずはこちらイネゴチが 1,2,3,4 5匹ですね。ただこれは安い、めちゃくちゃ安い。でこれがイシモチ、グチ、そしてヒラメ。で冷蔵庫の中こんだけです。下駄を取りに行って、赤下駄が一箱いかないぐらいか。で上がりのタイが一つと、マゴチですね。これ結構超えてますね、いいマゴチ。鍋に持ってこいです。で網水の中カニがね12匹ぐらいいました。結構取れましたね。最初の1匹もね死にかけに見えてこんな元気になってます。で本当はこうやってゴムぐるぐる巻くんですけど、ちょっとゴム忘れちゃったんで、また後で巻きたいと思います。いやカニが増えてきたんかな。よいしょ。じゃあここに釣って生かしておきましょう。カニが今めちゃくちゃ相場いいんで、これだけでね日銭は稼げたじゃあ朝の漁は終了です。下駄がおったらマシでしたね。はい、ただいま。でまあいろいろ仕事して10時ぐらいでしょうか、まあ昼寝してなんか飯食って、でまた夕方に網繰り行きたいと思いますので、それまでお休みです。いつものように幕が開き、恋の歌歌う私に届いた知らせは。はい、おはようございます。あれから昼寝をしてですね、今からお昼ご飯でございます。で今日の昼飯は昨日の大煮べの刺身に大煮べの味噌汁、まあ、撮影のお残りですね。1日経ってるんで多分熟成されてる。うん、まあでも昨日の食感がいい時の方が好きですね。甘みは確かに増したかも。味噌汁うめ。はい、じゃあ港の方にやってきました。今日はですね磯立てって言ってメバル取るやつと 3.5 寸のカレ立て、これをね磯の方に仕掛けて様子を見てみたいと思います。さあたくさん取れるでしょうか。はい、じゃあポイントに到着です。こちらのちょっとおかめやっていきます。まあ、船回してバックで旗を入れていきます。で鉛を入れて、でここにかけて、これで網を入れていく。まずはカレ立て。君の声を聞かせて。さあ残りも少なくなって、はい、これでカレ立ては終了。旗がちょっと今日踏んじゃって折れちゃってます。旗はまた丘で直します。丘の方だから旗なくても大丈夫です。これで OK、 当然立ちません。はい、じゃあ移動して磯立ても入れていきます。で網を入れて下がっていきます。はい、これで磯立ても終了です。よいしょ。で帰ります。はい、じゃあ帰ってきました。7時なんであと1時間ぐらい待って栗に行きたいと思います。それまで
はい、じゃあマダラと遊んでたら7時になったので栗行きたいと思います。お手は？お手、あ、お手した、偉いな。お手、明日、あ、かわいい。あら、まだゴロンは？ゴロン、あ、ゴロンした。あ、賢い賢い賢い。まだゴロンは？早っ。はい、じゃあ受けが見つかりました。はい、じゃあ電気つけて、よし、じゃあ受けを取って網を上げていきます。果たして魚はかかっているのでしょうか。ようけかかっとったら嬉しいですけどね。ほな、かけて巻いていきます。今ベタなぎだからいいんですけど、風が吹いてるとね、やっぱすごい船が吹かれちゃって難しいんですよ。さあ網が上がってきました。わー、一匹目からエイが来た。最悪。カメラマンの太田くん、この間エイをめちゃくちゃ外して、もう外したくないって言ってたのに、で今日は絶対来ないって僕言ってたんですよ。一匹目早速エイ来ましたね。さあその後が来ませんね。ちょっと磯にはかかってるんですけど、肝心のお魚が、うわ、またエイや。そんなバカな。磯中やで。エイ取らんために磯中やったのに。マジですか。なんかエイ以外のエイ魚おらんかな。もうちょっと取れる思ったのに。今日は磯まで侵略してきたらもう終わりよ。うわ、アコウとかヒラメとかおると思ったのに。で途中やっぱこういう人手とか来るんで、外しとかんとかかって網がやれないんで外しておきます。まあこの説明、もう36回はやってますね。もっとしよるか。この2年で結構動画上げたしな。いや、もともとは GoPro をね、口に直接加えたりとかしよったんですけど、顎が持たないんでやっぱ無理ですね。でこうやって網がかぶってるのは直さないと、やるときに網がこうかぶっちゃうので、そうするとね、あの魚がやっぱかからないので、そういうのはしっかり直していきたいと思います。じゃあ僕が前よく言ってたことを言ってあげましょう。人手が来た。ガラモがすげえ。これがまた海苔の養殖とかにもかかって、すげえ大変なんですよ。これが本当にね、船いっぱい山盛りになるぐらい冬になるとかかるんですよ。冬がこいつらの本場です。いや、今はまだ子供の段階。はい、で大量のガラモが来てる中、一匹目やってきました。ちょっと先外しますね。こちらめちゃちっこいアコウです。ちっこいんで逃がします。じゃあさよなら。やっぱこういうの取ってってもね、あの後が育たないんでダメですね。わっ、チビアコ、ちょうど産卵終えて、多分これ今年の子ですね。こんな早くに育つんかな。去年の子かな。これも逃がします。こう網は今向こう向いていってて、で船がやっぱ重たい、大きいので重たいので、なかなか向きが変わらないんですよね。だからやっぱね、小回りの利く船じゃないと、この磯の差し網とかが難しい。まあそんな理由ですかね。小さいガシラ来た。そっち、あ、ガシラと新しいバリゴ、アイゴですね。ただどちらも小さくて、ちょっとそれだけじゃって感じです。アイゴもね、もっと小さいのは美味しいんですけど、もうそのこのぐらいのサイズになると、もうお腹が臭くて食うにはね、なかなか難しいです。ただ刺身とかにして、まあうまくやればちゃんと匂いが取れる。お、なんか来た。小さなカレイです。もうああ巨大エイ。もうなんでこんなエイが多いんでしょう。食べれば本当美味しいんですよ。絶対僕はエイの唐揚げを作ります。おらんかったらやっぱテンション下がるよね。来るだけになるし、取れてこそやから。ちょっとね、磯にかかってボリボリしてるんで、操縦がちょっと大変です。うわ、泣けてくる。ただの筋トレですこれ。あ、底ベラが来ました。こちら底ベラです。底ベラって言って、まあベラと違ってちょっと癖があって不人気です。
せっかく取ってもらいよんのに何もおらん。お、お、イシダイじゃねえか。イシダイかこれ、コショウダイか。コショウダイの方かな。ちょっとどっちかわからないです。こっちあんまこういう系ね取れないんですよ。多分コショウダイかな。それにしても魚いない。おらんと余計長に感じる。止まらんから。精神的に肉体的にもしんどい。はい、来たと思ったらこいつ、赤江さんです。赤江も昔は5000円ぐらいしてたらしいんですけど、もう僕が赤江唐揚げにして、それで単価上げて、で赤江が来てやったーってね言える姿をみんなに見せたいなと、私は公約で誓います。さあ終わりも近くなってきました。結局何もいなかった。最後に赤江ラッシュかよ。終わった。疲れた。はい、受けを上げて、で見てください、結局取れたのがこちら、ほぼほぼ赤江ですね。はい、じゃあ外していきます。置いとく子はもういないです。売れるやつゼロです。あの一箱にまとめたりはできないので外します。はい、じゃあ外し終わりました。取れたものを見ていきましょう。まずこんな感じでエイがまた微妙な量ですね。でこちらアイゴです。毒針持ってるんで気をつけましょう。ここに持ってる、結構痛い。俺8回ぐらい刺された。でこちらおそらくコショウダイの子かなと思います。まあこれ逃がします。でガシラが2つ、これこの後磯立てがあるので置いておきます。でマカレー、アマテガレですね、よく超えてるのでこれも置いておきます。美味しそう。でこちら赤エですね、一番大きいのでこのサイズ。まったく困ったちゃんだ。はい、じゃあ次は磯立てです。もうこれおらんかったらおしまいですね。こういう時も船の小回りが効かんのが困る。筋トレ兼ねて、あと魚がやっぱ小さいんで見やすいように手繰りします。お、わあ、もしかしたらハギが多いかも。小さいハギ、このサイズはねちょっと困るんですよ、外すのに。でこちらオニオコゼ、オニオコゼです。はい、じゃあ続けて食っていきます。うわ、網ドロドロやし魚いねー。ちょっとやっぱ重たいんでクローラーでくります。重たすぎる。メバルもおらんのか。これはえぐいぞ。これ僕の腕がどうこうじゃないですからね、本当に。ここ近年まれに見る不良。磯立てでこんなおらんとかある。何が来た。お、コブダイの甲じゃねえか。コブダイの甲です。もちろん売れません。順調にハギの甲は来てる。これ外すの弱るんですよ、抜けんから。くそ、磯にかかりましたね。うわー、これめっちゃかかっとるな。これ無茶したら網がボロボロなるんで、無茶せん程度に外していかないと。外れたか。船が大きいとこれが大変なんですよ。で、オニオコゼ。で、ガシラ。ガシラです。黒メバルがおらんと、ほんと売り上げがないぞ。タイゴ。で、またオニオコゼ。ちょっとこましなタイゴ。タイゴじゃない、タイ。ちょっとこまし。なんでこんなおらんのやろ。あ、なんや。アブラメや。ようやくちょっとマシなもんが来た。アブラメ。でもう網も終わりそう。うわ、ちょいマシなタイ。お、なんや、ちょいマシアコ。これはやばいな、マジで。売り上げ今日今来て1000円ぐらいかな。本当に外していきます。せっかくやから1個だけ外すとこ見てもらいましょう。底ベラ、魚の外し方は左手で頭の方を持って、口周りかかってるやつを外して、これです。まあ、あくまで抜けるやつ限定、大きいとかわしていかないといけません。じゃあさよなら。はい、じゃあ外し終わりました。少しですが見ていきましょう。はい、じゃあまずマダイが2匹でしょ。で、アブラメ、アイナメっていうんか。そしてコブダイのメス、売れませんけどなんかめっちゃ超えてます。で、アコウとハギですね。それからオニオコゼが3つ。じゃあ帰ります。はい、というわけで帰ってきました。いやー、いなかったですね。
もう正直一番も行きたくないぐらいの量なんですが、明日3時半か40分ぐらいに起きて準備していきたいと思います。別の意味の焦点。はい、じゃあ帰ってきて風呂入りました。いや、もう喉の渇きが限界です。ゴールデンタイム、この晩酌が楽しみなんですよね。はい、それじゃあ乾杯。はぁ、うまい。で、今日の晩酌はポテサラです。うん、おいしい。じゃあ早めに寝て明日に備えたいと思います。カニだけなんですけどね。いただきます。はい、で2本目レモンサワー、もう開いてますけど。え、おはようございます。今3時40分です。まあちょっとですが市場の方に持っていきたいと思います。ゲット。買いの上がり。いろいろ。ゴンします。こうして。はい、というわけで何気ない量ということで、今回は朝の下駄狙いと、磯をやって、で磯立てもやったんですけど、なんとですね2回目に行った晩の磯立てと、刺し網700円しか、ね、なかったです。なんとも悲惨な結果でございますが、まあ、魚が増えてくることを願いまして、本日は終わりたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。